こんばんは。今回は深淵ルカについての動画となります。独自に調べてきた速報値とか、あとは感想とか、あとおすすめギアについて喋っていくので、ぜひとも最後までご覧ください。はい、ということでまずは速報値からいきますか。使用率の方が 35.1% で、勝率の方が 56.5% となってます。最近のキャラって結構ね、勝率が低めだったんですよ。まあ、運営の出してる勝率レポートではなくて、自分が出してる速攻値になるんですけども、まあ、つまりは初日の数字ってことですね。はい。最近のキャラで言うと、ラインズマンとかは結構勝率低めだったんですけども、なんかまあ、久々に新キャラっぽい勝率が来たなーっていう印象です。はい。まあ、割と初見だと対応が難しい性能だったりするので、まあ、そういったところもね、勝率に関係してそうかなと思います。まあこれ初日集計なので、まあ深淵ルカ側の熟練度とか、あとは使われる側の慣れとかで結構変わってくるので、まああくまで参考程度って感じかなと思います。はい。でまあその使ったりとか使われたりとかした感想に移ろうかなと思うんですけども、結構ね、慣れが大事だなと思いました。まあ特にエアモードですね。はい。深淵ルカのエアモードって普通のエアモードの強化版ということで、まあ、上下左右変幻自在にね、めっちゃ飛ぶんですよ。想像以上に飛ぶので、普通のエアモードの感覚で使うと制御が難しいって思うかもしれないですね。はい。まあでも普通のエアモードも最初はみんな苦戦しましたけど、なんだかんだ慣れたじゃないですか。はい。なので、まあ、このエアモードもね、使ってれば勝手になれると思います。なので、たくさん使いましょう。はい。で、あとはですね、まあその特徴は飛距離だけじゃなくて、エアモードで返した後に通常返球を挟むと、またエアモードが使えるようになるっていうところですね。はい。普通のエアモードって、まあ、連続で使おうが使うまいが、まあ、関係なくね、一定回数使えばクールタイムっていう、まあ、使えなくなる期間に移るんですけども、強化エアモードに関しては通常返球するだけでまたね、エアモードが使えるようになるので、まあ、慣れさえすれば怪奇クロカ以上の耐久になりますね。はい。怪奇クロカって防御力が高すぎるってことで加砲されたわけなんですけども、またすぐその後にさらに防御力の高い強気な出したりとかで、さらにその次にね、防御力の高いルカを実装したりと、まあ、運営さんも学ばないんですけども、まあ、とはいえ怪奇クロカとか強気なほどのまあお手軽さがあるわけではないので、まあ、とりあえず様子見でいいかなとは思います。はい。まあ、チャージとかはね、結構使いやすいんですけど、エアモードは結構大変だったりするので、まあ、みんなの慣れっていう感じですかね。はい。まあ、単純に操作が難しいのもありますし、スライスではね、飛べないっていうのは結構忘れがちなんですよ。自分もよく忘れるんですけども、まあ、そういったところでね、まあ、みんながね、どれだけ慣れるかってところにかかってるかなと思います。はい。まあ、他の要素に関しては、まあ、強いんですけど、まだ対策できる範疇かなと思います。打球時ね、スペシャル封印を持ってたりするので、まあ、グラスではね、スペシャルキャラはもう終わりかなと思いきや、SS を打つ時にさえ、まあ、対面してなければいいので、別キャラで受けて、で、後からそのキャラを出すとかすれば全然抗えるかなと思います。追憶ティナとかだと、まあ、耐えられて終わっちゃうかもしれないんですけど、初期キャラとか、ミサカ妹とかだったら頑張れそうな感じがしますね。はい。まあ、まだ使われたわけではないので、まあ、今後ね、さらに使ってみて、評価を確定していこうかなと思います。はい。で、あとどうしよっかな。状態異常エアロについて話しますか。状態異常エアロは、空中無効で防ぐことができるので、Mシャルとかが今後増えるんですかね。まあ、復刻とか外線とかでね、今後入手手段も増えますし、いや、怖いっすね。結構過去ね、ボロコボコにされた記憶があるので、マジで怖いですけども、まあ、とはいえ深淵ルカ側もエアモードあるし、まあ、アスララケとかもあるしってことで、まあ、返すことができるので、SS を。はい。まあ、全然抗えるかなとは思います。はい。まあ、ここまでね、深淵ルカの対策はできるよとは言ってきたとはいえ、解除無効とか、追尾ギミック無効とか、そういったものがあったりするので、まあ、今後そういうキャラが出てきた時に、その対策として使える可能性があるので、まあ、今後も可能性はあるのかなと思います。はい。で、次におすすめギアに移りましょうか。はい。で、まずラケットとしては、まあ、アスララケ、通称レフコスカリスが合うかなと思います。まあ、エアモードによるね、高い防御力が売りだったりするので、まあ、かなり性能とマッチしてますね。はい。で、個人的には今のところこれ一択だとは思ってるんですけども、まあ、みんなが持ってるわけではないと思うので、まあ、代替案を考えると、まずヘリオですね。はい。今だったら6周年プロローグ記念ルーというもので交換できます。はい。カウンターとかされると、SSO ですね。血縛りとか反射とか、まあ、嫌なことをされることがあるので、まあ、SSO を確実に決めるって意味ではありです。はい。あとは、まあ、決戦身上だけとかですかね。まあ、SS でスペシャル封印はできるんで、まあ、正直いらないですけど、
まあ、初手から使いたい場合とか、ま、目当てのキャラじゃない時にま SS を打たされちゃったとか、まあ、そういったキャラというかそういった場面の時に使えたりするので、まあ、保険として持っとけば活躍するシーンがあるかもしれませんね。はい。まあ、オートスキルのスマさんも一応乗ったりするので、まあ、腐ったりはしません。はい。で、最後入手難易度が上がっちゃうし、優先度もかなり下がるんですけども、アポロンですかね。はい。まあ、深淵ルカって、初手がちょっとというかまあ相当ですけど弱いので、まあ、その補強として使えるかなとは思います。はい。単純にね、高速サテライトとドローショットのタクは強いので、まあ、ありではあります。ただ、ギア種の条件的に、バンバン打てるギアではないので、そこがネックかなとは思います。はい。まあ、ギアとしては大体こんなもんですかね。はい。で、スロットスキルに関しては、ラケット落とし無効で、まあ、赤髪意識をしてもいいし、まあ、増加量で回転を上げてもいいしって感じかなと思います。ランキングボード見た感じでは増加量が一通り、見た感じは多いかなと思いました。はい。で、次、シューズに移るんですけども、シューズはね、結構編成によるんですよ。はい。まあ、決戦エンマックスで、まあ、エリアを広げてもいいし、まあ、暴走にヨークスで軽減を積んでもいいしって感じですね。はい。まあ、エリアは、まあ、あるに越したことはないですし、まあ、ルカ自身ね、結構削りに弱かったりするので、まあ、軽減もありです。はい。まあ、他のキャラで削りキャラ対策があるんだったら、まあ、軽減なくてもまあいいですし、まあ、どうしてもね、ルカの対面しなきゃいけないとか、まあ、対面してしまった時のことを考えるとか思うのであれば、軽減もありかなと思います。はい。で、スロットスキルに関しては、まあ、おすすめの組み合わせがありまして、スキル1にクライム無効、で、スキル3に接触回復ですね。こうすることによって赤髪対面でラリーしやすくなるかなと思います。まあ、普通にエリアを持ってもいいですし、まあ、権限を積んでもいいかなとは思います。まあ、その軽減の中でも、ちなみに感電 90% 軽減ってあるじゃないですか。はい。あれを積んでも、初期アナゼ対面で枯らされてしまうので、まあ、そこは注意かなと思います。はい。あとはそのスマ無効が乗ったりするので、まあ、それでギミック対策するってのもまあなくはないのかなと思います。はい。で、まあ、大体こんなところなので、まあ、他になんかこんなギアいいなーってのが見つかれば随時動画にしますし、あとなんかあればコメント欄にどうぞ。はい。で、あとはまあ余談にはなるんですけども、エアモードキャラ相手だとなんかね、無限にエアモードクールタイムが来ないみたいなバグがあるらしいんですけど、どうですかね、自分が試してみた感じ、無限エアモードできなかったんですけど、条件が何かによりますよね。まあ、さっき言ったエアモードキャラ相手ってのがトリガーなのか、まあ、わかんないんですけども、ちょっとなんかね、条件とかわかる方がいたらちょっと情報提供をお願いします。はい。ちょっとなんかこれね、結構大事だったりすると思うので、お願いします。はい。あとは、動画にもしたのかな、ショートとかであげたかな、光線ジュナとか、まあ、そういった吸引ですね。はい。あとは暴走仁王のようなノクバとか、まあ、そういったものに弱かったりするんですよ。状態異常のエアロの影響ですね。はい。なので、対策出そうと思えば結構簡単に出せるんですよ。まあ、吸引で言うと赤ミラとかいますし、まあ、ノクバも結構他にもいるじゃないですか。なので、まあ、割と潰されやすいキャラではあります。まあ、あと、不要無効とかギミック耐性とかもあんまりないので、まあ、割と怖いキャラでありますよね。結構環境に左右されそうなキャラではあります。強いのは確かなんだけど、そうですね。メタはまあ、割かししやすいキャラではありますよね。あ、でも最近のキャラって結構そういう傾向にありません？強いは強いんだけど、まあ、対策はしようと思えばできるかな、みたいなキャラが多いように感じますね。はい。まあ、全然いいことではありますけどもね。黒化とか、ああいうのはまして、対策もね、ろくなのがいなくて、黒化一強っていう感じでしたけど、あれはマジで人が減る原因になっちゃったりするので、まあ、対策をちゃんとね、用意してるってのはいいことだと思います。はい。ただまあ課金者側がどう思うかですかね。まあやっぱ課金したからには無双したいっていう人もいると思うので、まあそういった人のことを考えると、まあ無双できた方がいいんでしょうけども、まあでも課金者ってのはやっぱ無課金者がいてこその存在だったりもするので、まあ当然ね、課金者の方がそりゃ貢献してるんですけども、まあ母数ってのもかなり大事じゃないですか、この対人ゲームっていうのは。まあ、個人ゲームだったら別にいいんですよ。なんですけど、対人ゲームって相手がいなくなったら終わりなので、まあ、母数を減らさないためにも、ちゃんとね、新規キャラとか過去のキャラで対策できるってのはいいことなんじゃないかなとは思います。はい。で、まあ、大体雑談としてはここら辺になりますかね。はい。最後ね、試合の方を見ていこうかなと思います。まあ、ルカ対面というか逆か、アナゼ対面では、ルカはそうですね、
まあなんて言うんだろう、どっちが有利とはちょっとね言いにくいんですよ。まあそのカウンターされてしまうと血縛りつくので、それで SS で決められてしまう可能性もありますし、まあ血縛りされてもアクセラみたいにちゃんと取ることができるのであれば、まあ倒すことは全然できるので、まあアスラとかで返すこともできますからね。なのでまあ割とこの対面は五分五分かなとは思いました。はい、ということでこんな感じで切りがいいので、こんな感じで終わろうかなと思います。というところまで、ありがとうございました。お疲れ様です。